はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はバンドイナボックスでコードウォーカーを使って便利に入力する方法を言いますが、バンドイナボックスにはステップ録音というのがありません。ですから通常の DAW のように簡単というわけにはいかないんですが、コードウォーカーのブラウザーを押して、そしてまたバンドイナボックスを押してというようなアクティブなソフトを切り替えながらやらないといけないんですが、まあその方法が分かりましたので説明をしたいと思います。今日は生徒のリンダさんがこの動画作りに遠隔で手伝ってくれています。2人でコラボ動画を作るというのは初めてなんですが、少しお話をしたいと思います。村長ミュージックスタジオ。じゃあまず最初にやることはバンドイナボックスでMIDI の設定をしないといけません。それはオプションのメニューを押します。そして一番上に MIDI オーディオドライバー設定というのがありますので、それを選択します。そうすると MIDI の入力と出力などの設定ができますので、入力が左の方にありますので、ループ MIDI ですね、まあ、Windows の場合ですけど、 Mac の場合は IAC ドライバーなんかを選択することになると思いますけれども、それを選択されていることを確認して OK を押してください。はい、そして次やることはコードウォーカーのセッティングです。コードウォーカーもデバイスをブラウザーから MIDI に変えないといけません。そしてループ MIDI ポートになっているかの確認をしましたら、これで準備が整いました。では入力をするのですが、まずはじめに C のコードをコードウォーカーで押します。押したらこれがバンドイナボックスの MIDI に送信されてるわけですね。そして今度はバンドイナボックスのソフトをアクティブにして入れたいところをカチンと押します。そして押した後コントロール押しながらエンターキーを押します。そうするとこういう風に入りました。2小節目も続けてやってみましょう。はい、今8小節分が入れれました。バンドイナボックスの挙動というのはコントロールエンターで押したら入力されて次の半小節先に進みます。ですからもう1個分右の矢印キーで次の小節に行かないといけません。これを効率よくするんであれば、ストリームデッキなどを持っている人はショートカットを登録しておくと便利にワンアクションで入れれるようになります。じゃあこれでリンダさんはちょっと緊張するとか言ってたんですが、あと8小節いろんなコードをチャッチャッチャッという感じで入れてみたいと思います。はい、どうぞ。はい、できましたね。まあ緊張してたという割にはなかなかうまくできたと思いますが、まあこれ本当に慣れれば約倍ぐらいのスピードでできると思いますし、ストリームデッキを持ってたらさらに早くできる可能性があります。この方法で、やるんですけれども、これがどういう挙動をしているかというのは、このコントロールエンターという機能はウィンドウメニューのMIDI キーボードからコード入力
というところを押したときに現行 MIDI コードを現行曲位置に挿入というのがコントロールエンターであります。何せこのショートカットであるコントロールエンターをすると現行 MIDI コード、これがちょっとくせ者でして、現行 MIDI コードって何のことだというふうに最初は思ったんですが、今覚えてる今MIDI キーボードを、これコードウォーカーで今してるものの、通常は MIDI キーボードでやるわけですね。これ MIDI キーボードでやるともう少し早い部分もあるんです。ちょっとやってみます。オプションの方から MIDI オーディオドライバーをもう一度選びまして、これを通常使ってるキーボードに設定をします。これの方がやりやすい部分もあります。でもコードウォーカーを使わなかったら自分がコード進行をやっぱり考えることになりますので、どうしてもいつもやってるパターンになりやすいわけですけれども、でも単純にコードを入れるということであれば、こうやってキーボードでもできます。キーボードで例えば C のコードを弾きます。弾いてそこでコントロールエンターを押します。はい、まあそのようにしながらちょっと入れていってみてください。はい、こういうふうにキーボードを弾くのが得意な人、そしてコードウォーカーなんてもういらないよと、もうどんなコードでもコード理論はバッチリよという人はこのやり方で入れればいいと思うんですけれども、せっかくのコードワーカーで人工知能がこれを使った方が次はいいよって教えてくれるこのコードウォーカーを使ってやっていくのがいいと思って、僕はどうにかバンドインナーボックスとコードウォーカーでできないかというふうに考えてみました。今日は生徒のリンダさんと遠隔でやってるんですが、この動画はいっぱいカット編集してます。僕が全く考えてなくって、さっき5分ほど前にリンダさんいるとか言って、昨日の夜実験したのやってみませんかということでやりましたので、こんな風に喋っておるわけなんですけれども、まあ皆さんもぜひともバンドインナーボックス、そしてそれをコードウォーカーを使って上手にコード進行を作っていく、これに挑戦してみてください。村長とリンダでした。